祝婚家祝婚家は花嫁、特に夫婦の部屋に行く、途中の花嫁のために書かれた死刑を指す言葉。語源は、エピサラミアム、結婚式の部屋。ここで言う、祝婚家は、もともと古代ギリシア人の間で、神道神父を褒めたたえる時の歌で、結婚式の部屋の出入り口にいる、たくさんの少年少女によって歌われた。手オクとトに関する、注釈者によると、夜に歌われるものと、 翌朝神道神父を起こすために歌われるものがあったという。どちらの場合も、歌の趣旨は祝福の祈りと幸福の予言で、古代のヒュメナオスのコーラスによって時々中断された。古代ローマにも似たような歌の習慣が流行したが、結婚式の客が帰った後、少女たちのみで歌われ、歌詞の中には、現代の道徳観から見ると非難されるであろう卑猥な、ものも多く含まれていた。 多くの詩人たちによって、祝婚歌は特別の文学形式に発展し、洗練されていった。サッポーアナクレオン、ステシコロス、ピンダロスらがこの形式の巨匠とみなされている。しかし、古代ギリシア文学の中で一番の高齢とされるのは、テオクリトスの18番目の牧歌で、それはメネラーオスとヘルネーの結婚を祝したものであった。ラテン語文学では、 フェスケナイニシのギリシアモデルから模倣された祝婚歌が基本形式となり、カトゥルスが、殺法の失われた商家に基づいて作ったテティスト・ペレウスの結婚を手本にして、それを補い、気品を与えた。後の時代では、スタティウス、アウソニウス、シドニウス・アポリナリス及びクラウディウス・クラウディアヌスらが、古典ラテンの著名な祝婚家作家たちである。それらはさらに、ブキャナン。 ジュール・セザール・スカリジェ、ヤコポ・サンナザロなど多くの高世のラテン語詩人たちに模倣され、この形式は、ある時期大変な人気があった。フランス文学では、ピエール・ド、ロンサール、フランソワド、マレルブ、ポール・スカロン、イタリア文学では、ディ・アリニ、メタ・スタージオといった人々が祝婚歌を書いた。しかし、それ以上に広く称賛されたのが、英文学のエドマンド・スペンサー。 祝婚歌である。英文学では他にも、ベン・ジョンソン、ジョン・ダン、フランシスコ・ールズらが祝婚歌を作り、ベン・ジョンソンの友人サー・ジョン・サックリングも、エバラード・アッポン、エイウェディングという祝婚歌を書いている。その中でサックリングは、滑稽で下品な描写と、セックスは差別をなくすものという考えで、普通のありふれた結婚式を愉快で、わかりやすいものにした。 アルフレッド・テニスンのインメモリアムの終わりに出てくるテニスンの妹の結婚式について書いた詩はまさに祝婚歌である。E.E.、E. カミングスも1923年の本、チューリップと煙突の中にある詩、祝婚歌でこの形式を使った。カミングスの祝婚歌は7つの8行連パートで構成され、無数の古代ギリシアへの言及を含んでいる。例えば、ウィリアム・シェイクスピアの儀曲、 夏の世の夢などのように、エッポサレミアムという語が詩の枠を超えて使われることもある。ありがとうございます。